皆さん、エクスパンドの真鍋でございます。この度はですね、私が総合演出プロデュースを行っているワーオブブラックエンパイアーズについての発表ということで、この動画を皆さんにお届けしたいというふうに思っております。昨年までですね、9年間にわたりまして行ってきた舞台魔界、これがですね幕を閉じまして、今年から魔界プロジェクトから私の会社エクスパンドにですね主催を移して、新しい新シリーズということで1月26日に亀有ディリオホールでスタートをしました。で、今回ですね3月の21日に第2回を行うんですけれども、まあ、1回目を行ってですね、私の中で今年の目標を決めましたので、そのことを皆さんにご報告したいと思います。この度からですね、この1年我々エクスパンドはですね、ショーマストゴーオンというプロジェクトを、このライブエンターテインメントの軸としてスタートしたいと思っています。まあ、直訳するとショーは続けなければならないという意味でございまして、あのクイーンの、ね、名曲でございますけれども、まあ、ここに込めた思いというのがありまして、この私もライブエンターテインメントショーずっとこの9年間魔界やってきましたけれども、コロナ前まではですね非常にこのライブエンターテインメントって活性化しておりまして、やっぱりこう生のね、この迫力とか触れ合いとかっていうのがどんどんこう魅力が伝わっていました。まあ、同時にマーケットも大きくなっててですね、そこの売上規模っていうのも大きくなっていたわけですけれども、まあ、コロナによってですね非常にこう劇的に変換をされて、まあ、現状はまあどこのですね舞台、それからまあライブ、なかなか黒字化していくものがありません。ご多分に漏れず我々もですねビジネス的に言うと厳しい状態でございます。このビジネスが苦しくなるとですね、どうしても起こっているのが、もうこれはもうこの業界全部そうだと思いますけど、まあ、チケット単価が非常にこう跳ね上がるように上がっていると。我々こう魔界もそうでしたけども、やっぱコロナ前あたりからこの現象が起こっていて、ホールに移した時にですね8250円という金額になりました。これは新木場の時よりもですねかなり値上げを、いたしましたが、これがコロナが、まあ、その頃はですね、まあ、マーケット自体活性化してたんですけども、現状はそのマーケットがコロナの後非常にシュリンクしているので、さらにチケット代の単価が上がる、まあ、要は赤字が出るので赤字を補填するために金額を上げる、チケット代を上げる。でチケット代が上がるとですね、それだけの付加価値をつけなきゃいけないので、さらにまあ舞台装置とかいろんな原価を増やさなければいけない。で増やすとですね、当然それがベースになるので、それより金額を上げようとすると原価が上がる、でもお客さんはですね増えないというような状態で、まあ、マーケット、まあ、ライブエンターテインメントの状況はですね非常にこう難しい状況になっています。振り返ってみるとですね、やっぱ8000円とか6000円とかってお金になってくると気軽に行ける金額ではないですし、例えば学生さんみたいな人がですねじゃあ見に行こうかっていう金額ではない。でこれは非常に問題があって、私がそれこそ大学生の頃っていうのは劇団新幹線が始まった頃でしたけども、小劇団はだいたい3000円ぐらいでしたし、私音楽好きだったんでライブハウスによく行ってますけど、ライブハウスだったら1500円で、ワンドリンクで500円で2000円で、まあ月間3本とか4本とか、そんなに興味がないライブや演劇でも、まあ、気軽に見に行って新しいものに触れるきっかけがあった。でその新しいものに触れていく中でですね、ファンになったり、まあ、そういう世界に憧れて、まあ、私もその一人ですけれども、そういう世界に行ってみたいっていう力が湧いたものですけれども、現在の金額だとやっぱりすごいファンの方でないとなかなか足が踏み出せない。ましてや学生さんは、まあ、今 YouTube なんかもね無料で楽しめるものがいっぱいある中で、コスパタイパを考えてですねなかなか足が踏み出せないと。単純にビジネスだけではなくて、ライブエンターテインメントショーに志す人がどんどん減ってしまうという、そういうこう危機感があります。ということで今回ですね、3月の21日の我々のステージ、ワーブブラックエンパイアーズエピソード2に関してはですね、チケット代を大幅にプライスダウンしようと思っております。8250円の席をですね4500円に、席種としては4500円、2500円、1500円、この3種で今回挑みたいなというふうに思っております。まあ、1500円だともうおそらくこう学生さんでも、まあ、高校生の方でも手が出る金額じゃないかなというふうに
思いますので、これをですね一つのきっかけにしたいと思っております。もちろん経済合理性はゼロでございまして、非常にこう大きな満杯になっても赤字になるという経済合理性が全然合わないんですけども、エクスパンドっていう私の会社はですね、こう拡張する、広げるっていう、そういう名前ですので、ライブエンターテインメントを広げるために、少しでもできること、投資をしていこうという意味で、我々としてはまずチケットっていうものを下げて、皆さんに触れてほしい、我々の作品ワーオブブラックエンパイアーズ、魔界もそうですけども、ハイブリッドエンターテインメントライブです。音楽もあれば、アクションもあれば、演劇もあれば、ダンスもあるという、エンタメライブショーのですね、もうごったにみたいなところなので、我々のショーを見に来ていただくことで、そこから興味を持って演劇を見に行ったり、それからライブ、音楽ライブに行ったり、ダンスやってみようと思ったりっていう、入り口になるためには、まず我々のですね、ハードル、見に来るハードルをぐっと下げてしまっていこうというような思いで、今回思い切ったプライスダウンにしていきたいと思っています。これはもう本当にこのマーケットの中でですね、我々ができることを散々考えた上で、単純に値段を下げるということではなくて、そういう思いがあるということをですね、今日は皆さんにお伝えしたく、この場を設けました。3月21日の中野ゼロショーホールからですね、この4500円、2500円、1500円というチケット代で、チケット料金で皆さんにご提供したいと。ちなみに3月21日の分に関してはメルマガ会員選考がですね、2月10日の12時から、一般販売がですね、2月17日12時から、24日24時までお支払い済みの方には特典をつけさせていただこうというふうに思っております。我々のその魔界の頃からですね、非常に応援していただいている皆さん、本当にありがたく思っております。で、今回はですね、金銭ビジネスというよりは、このエンターテインメントライブっていうものをですね、一人でも多く届けたいと思ってますので、皆さんぜひですね、我々に力を貸していただきたい。中野ゼロショーホールをですね、初めて見る方、ライブエンターテインメントに触れたことのない方に、あふれかえる、そして我々 あのハイブリッドエンターテインメントをですね、お届けしたいというふうに思っております。今年1年このショーマストゴーオンというのはですね、私の会社エクスパンドの一つの柱として行っていきたいというふうに思っております。今までマカイは、昔はですね、毎月、昨年でも隔月を行っていましたけれども、そういう事情なので、おそらくですね、隔月とか毎月っていうのはなかなか難しい状況ですけれども、一回一回のショーをね、大切にしながら行っていきたいと思うんで、まず現在の3月21日中野ゼロショーホールにですね、我々の力を集約して頑張っていきたいというふうに思っております。ですので皆さん、ぜひ改めてでございますけれども、一人でも多くの方にですね、声をかけていただいて、我々のショーに触れていただければというふうに思います。はい、ということで、今回私のご報告、というのはこのお話でございました。これから我々もリハーサル入っていきますけども、よりこう興奮できるね、また観客、客席も一体化した最上級の、我々ができる最高のものをお届けしようと思ってますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それではこれにて失礼します。ありがとうございました。